熊本亜紀の四十プロジェクト。四十プロジェクト、今回のゲストは遠藤ルミ子ちゃんをお招きしております。はい、皆さんこんにちは、遠藤ルミ子です。爽やかです。ぶってます。ルンちゃんです。ルンちゃんです。後編ということで、はい、なんか前編はあっという間に終わってしまったような、ほんまにちょっと足りないね。足りないね。これはね、永遠に喋り続けられそうですけど、ほんまに。今ってさ、はい、ルンちゃん舞台は、今は舞台中ではない、うん、そうね、ブロードウェイと縦断という作品が日生劇場で、うん、つい、2日ほど前に千秋楽を迎えたんですけれども、はいはい、ここで振り付けのアシスタント、うん、振り付け補佐をやっておりました。そっか、そういうのもやってんのか。そうね、結構やってます。どうだった？はい、いやー、とりあえずね、やっぱね、コロナ禍のリアル演劇はね、やっぱ対策対策でね、うん、これはアピールでもなく、本当に定期的にこまめに PCR 検査をしながら行いますので、そうなるよね。その都度みんながこう豪華発表を待つ気持ちになりっていうのが、まあまず一番にあるんだけれども、うん、それをしながらも無事千秋楽を迎えたということで、すごいね、みんなの努力だよね。いやー、ちょっとね、終わったら逆にすごいドッとくるから、そういうね、気苦労もあるので。だってさ、普通にさ、舞台やるだけでもさ、喉壊しちゃいけないとか風邪ひいちゃいけないとかあるのにさ、プラスアルファ、まあ、それはさ、自分がどうにかさ、そのカバーすればいいわけじゃん。でもコロナってなるとさ、全員に迷惑がかかるって怖いよね。うっかり疲れて熱出ちゃったからダメなのよ。ねえ、めっちゃ怖いなと思って。本当になんかヒヤヒヤするよね。なんかこの、まあ、1年以上も経ってるけど、まだなんかその緊張感ってあるよね。うんうん、ありますね。まあ後編はちょっとそういう表現者として。はい。表現者。うん、そうね。お話ししていけたらいいなと思うんですけど、はい、はい、まあ、そこで質問で、表現者として心がけていることはありますか。マイマイさんから来てます。マイマイさん、ありがとうございます、うん、そうね、表現者として心がけていること、うん、深いね。なんかほら、るんちゃん教えたり、その、うんうんうん、ヨガとかのインストラクターしたり、うん、振付助手とかなのよ。で、まあ女優業もやったり、うん、いろんなことしてなのよ、うん、そう、なんかね、多岐にわたるように、まあね、自分が望んだことだけど、ね、じゃあ人、こうかっこいい言い方しますと、なんかね、その作品の一番のファンでいることかな。おー。うん。ファンでいる、その、なんか、例えば自分が出るときだったら、もちろん、ね、よくも見せたいしね、素敵だなって思われるのも必要かもしれないけど、私はね、自分じゃなくて作品、自分がこの作品の一番のファンで、作品を楽しんでもらえるようにするための存在だと思ってるから、うん、うん、でもそれさ、サリック先生も言ってたよね。実はそうなんですよ。私はちょっとぶっちゃけその作品主義はちょっと一貫してるので、そこはね、変わりませんね、劇団四季の時から。ねえ、お前らなんて、まあ、ぶっちゃけどうでもいいんだじゃないけど。でもうん、もう、ね、そこも言っても過言ではないというか、だから、なんていうのかな、若い頃はね、教えるのって本当興味がなかったんだけど、うん、ブロデート集団でもね、これ言っていいよね、コロナ禍で振り付けが来日できないんですよ。うんうん、なんかリモートとかでみんな、他のカンパニーもやってるもんね。そう、リモートができたらいい方で、うん、私たちは再演だったので、うん、その補佐の先輩がもう一人といて、責任を持って全て起こすと。で、私が伝えなきゃいけなくて。おぉ。そうそうそう。意外とね、正直やりがありましたよ。もう。そうだね。いらっしゃらないから、やっぱ質問とかして来た時にちゃんとジャッジして答えらなきゃいけないから。そういう意味でも、もう作品のファンになって、もう研究し尽くさなきゃいけないじゃない？そうね。自分が作ったぐらいのね。うん、そう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 。
面白そう。そう、うん、だ役者として全然アプローチは違うのね。だけど、うん、うん、だから本当ひっくるめて、そう、一番のファンで味方でいる感じよ。作品の味方でいたいなっていう。うん、でもそうだよね、うん。やっぱそれがないと伝えられないっていうか、そこにいられない気がするよね。そうね。だし、方向がバラバラにね。うん。なんでほら、なんて言ったらいいの？方向性？方向性っていうか、うん、見てる。見てる方向ね。そう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 。でもさ、ぶっちゃけさ、そのまた劇団みたいな感じになったらさ、前に習えって感じでやっていくけどさ、うん、その外の舞台とかもその度その度にさ、集まってくる人たちでしょ、全然違うところから。そう。なんかそういうところでさ、いや、自分をよく見せたいよ、うん。ファンが俺のこれを見たら喜ぶだろうみたいな人もいるよね。答えづらい質問。いやいや、誰って言ってないからいいじゃん。いるよね。そう、なんか、それはでもね、いたとしてもなんていうの、そこにすごくこだわって同じ方向向こうっていうやるやり方もあれば、いろんなこともあるから、逆にそう、自分はボレずに持っていこう、持っていたいなと思う感覚かな、うん、かまあでもどっちが正解っていうのは、まあ多分、まあ正解とか芸術はないからね、うん、そうなんよ。誰かのためになっていたりとか、うん、それこそ浅井啓太の言う、まあ、作品を通してなのか人を通してなのか、その人生は生きるに値するっていうところが伝わっていれば、そうやな、うん、極論そうやもんな、無駄ではないのかなって思うよね、うん、いやでも本当だ、真帆ちんにも聞いてと思ったけどさ、うん、まあ年を取るとも、年取るとともに染みることいっぱいあったね。なんか真帆ちゃんめっちゃいい話してくれたよね、こう、後編とか特に。そう。あんな、ああいうこと言いたかったんだな、先生とかさ。そうそうだね。あとあと染みてくるよね。はい、そうだよね、うん。じゃあ、最近、はい、私からの質問で、はい、最近感動したことありますか？もうそれこそ年とともにさ、めっちゃ涙もなくなるんよね。すぐ泣くからね、私も。もう動物のものでも泣くからね。ものでもって言いかすですぐ泣くけどね。でももう動物とさ、老人と子供は絶対泣くよ。あかんかんもん。かん。じゃあ、でもじゃあ、でもね、なんやろな。あ、ね、感動したというか、普通舞台関係ないというか、フィットネスの方になるんだけど。うん。で今コロナもあるから、集まって集団で今はレッスンは実は開催はしてないんだけど、うん、パーソナルで感染対策を徹底しながら行かせてもらってるのね、見させてもらって、うんうんうん、一番最近だったらその、ね、今年入ってから始めてくださった方、クライアントさんに、あ、もう出会えてよかったって思う。人に出会えてどんどん健康になって、健康にもっとなりたいと思ったし、すごい人生がいい方に行ってる気がするって言われたの。嬉しかった。男性？男性、うん、おっちゃん。おっちゃん。まあ、ちなみに聞いてみたけど。おっちゃん。そっか。嬉しいね。そうやっぱり。でもさ、大事だよね。なんかね、うん、私も本当一日も外出ない日とかさ、家で仕事してたりとかさ、うんうんうん、あったりするとさ、うんうん、なんかすごいさ、不健康な気がするんだよね。これ本当ね、急にそっち寄りの話になるけど、本当どんな形でもいいから、体動かすでもいいし、お風呂入るでもいいし。あのね、血液とかリンパの巡りが悪くなるのほんと良くない。やばいよね。だからさ、今さ、新しく始めたので、うん、コワーキングスペースって、その、オフィス代わりにそのスペースを使っているところで仕事する時が多くなってきたけど、うんうん、なんかコワーキングスペースでみんなこうカフェみたいな感じでさ、こう、仕事してるわけよ。うんうんうん。なんだけどさ、ずっと座りながら、仕事してて、私ずっと座って仕事ができなくてさ、わかる。絶対さ、立ったり座ったりなんたりってした方がいいよね。いや、した方がいいし、尊敬するよね。うちらはもう無理やんな、座りっぱ。座りっぱマジで無理で、それが一番なんか不安っていうか。いやー、でも良くない、本当良くない。ねえ、ね、太るとかそういうのもそうだけど、
ね、内臓機能にも影響してくるし。そう、なんかさ、ダメ。背中も張ってきちゃうしさ。なんかそうするとさ、病は木からじゃないけどさ、なんか気持ちもさ、落ちてくるしさ。そう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 。本当にその通り。ね、絶対動いた方がいいよね。うん、そうそう。だからそのおじさまの、あの、うん、その感動っていうのはすごい今ね、私、まあ絶対そうだなって伝わってきたわ。めちゃくちゃ。嬉しかったです。うん。嬉しいよね。嬉しかった。やっぱりね。なんか、その誰かのため。うん。にそら責任持ってそれなり組んでくるけれども、うん、難しいとこやっぱり怪我させちゃいけないのはもちろんだけどね、やっぱ効果を実感してもらうもないしは、うんうん、目に見えてなんか変化があるとかね、それがないとやっぱりプロじゃないからさ、うん、真面目やな。いやいやそうよ、プロフェッショナルやなそりゃお金いただくわけですからね、さすがですね、まあ、そういうね、うん、誠実な姿勢っていうのも相手に伝わるよね。だといいな。うん、だから多分ずっとこうやって作品に恵まれて、いやいろんなことができるんだろうなと思いながらいつもあのご活躍を見守っておりますけれども。ありがとうございます。質問です。たくさん役をやられていますが、はい。一番やばいミスは何ですか？あるよあるよ、これあるよ、まあ、言える範囲でお願いします。言える範囲のやつね。言える範囲ギリギリアウトでお願いします。じゃあもう、ま、これちゃう、やっぱりこれ秋おったかな、コーラスラインよ。え、おったかで、リエさんやったかな、うん、私の M 字開脚知らん。何、私の M 字開脚知らん笑い方知らんか、秋、あもう多分知らんってことはおらんかったよ、すごかったから事件として。まあその名の通り、エンドルミンが M 字開脚事件なんですけれどもコーラスラインは最初にオーディションシーンで、あの有名なチャ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 、ダンス壮絶なオーディションダンスシーンがあって、最後の審査に残った人がラインナップされてコーラスラインタッチ、うんうん、自己紹介が始まるわけですよね。うんうん、はい、これいやーおもろいわ。で、私の役がですね、テキサスエルパソ出身のジュディータなんです、はい、割とアピールが強めで、なんだろうね、ちょっと作詞でもあるんですけれども、うん、でもポジティブな、豪快な子でしてね、うん、すごいグリグリにこう、グリグリだって、ゴリゴリアピールをして、出身地言えって言われたのに言い忘れちゃったから、慌てて、あー言い忘れたっつって、エルパソの出身でーすみたいなことを、これ式だったらぶっ殺されるけど、やって、で、改めて、LINE に戻るんだよね。でさ、覚えてる白線ってさ、普通のなんかバミリのビニテープとかじゃないやん。若干分厚いやん。うん。若干よ。若干だから、まあ、見てる人にはただの。そうだね。うん。でもこれ、足の感覚でちょっとここがこうぐらい、分かるぐらい厚いよね。2、3ミリあるよね。うん、私それにつまずいて M 字開脚してん。M 字開脚ってあれですよ。要は尻餅をつき、尻餅をついたってこと、ね。綺麗な M に。でレオタードで。はい、私の衣装が腰までウエストまでこう入れ込んになってるレオタードで。いやーあのね。でもね、劇団四季基本アドリブ厳禁なんですけども、つなぐしかないやんそんな。うん。もうこの。キャラだから、相手だからさっきキャラの説明したんだけど、うん、すっごい、あーやっちゃったすいませんとか言って、皆さんごめんなさいとか言って、いいえ、私いなかったわ、それ。やっぱり。そう、横にいた俳優さんも起点聞かせてくれて、お前大丈夫かとか言って。もし演出家ご覧、浅利先生ご覧になったら私は今、首に乗せたかもしれない。首飛びましたね。飛びましたね。もうみんなにこうで考えてみて、で自己紹介からそれこそディアナの、うん、ナッシングタラララタラララまで吐けられへんやん。そうね、もうみんもうさ、本当なら後ろ見て笑えたわけですよ、みんな吐けてきて、もうみんなに大変にしろお前みたいに笑いながらね、笑いながらっていうか勘弁してくれよだよね、うん、お前もしお前自分がシーラーだったらどうしてたんだ確かにキャラに助けられたなって言って、ね、そうね、転げられない、転べないキャラクターじゃなかったからよかった。しかも M 字だからねいやあとに思い出しただけで汗かくね。そうね、うん、まあでもそれは結構なやばい、やばい、私ねすぐこけるの。そうか、なんかそういうイメージないけどね。
タップコンビネーションもこけたし、キャッツでもこけたし、もう。タップコンビネーションもうさ、コーラスラインのタップコンビネーションの後半にあるんですけど、その後半ってもうみんなもう足棒になってクタクタなんだよね。そうそうそう。そこでタップコンビネーションが始まるんで、もうなんか、ちょっと朦朧とするよね、あれ。そうね、感覚ちょっとないよね、つま先の方とかさ。うん、そうそうそう、ないっていう言い訳。そういうかなさんにも一言も、こけるのはいいから早く立ち上がってとか呆れられてもう、いっぱいエピソード持ってんな。あかんさすがやな。まあいろいろありましたね、はい、ミスにも花があるということで。そうですね、さすがです。はい、お後がよろしいじゃあまあ今後、うん、まあこれから、まあコロナももうちょっと続くかなって感じだけど、今後チャレンジしたいこととかやりたいことみたいなのってあったりするんじゃん。その芸事っていうか、自分がやる方だとするならば、これ、こんなとこでアピールしてやるかもしんないけど、実は数年前からね、なんかこうストレートプレイにすごい挑戦したくて、うん。やっぱね、日本の場合割とね、垣根がちょっと厚い印象は、ぶっちゃけあるわけさ。うん。劇団四季よりも、劇団四季の方がさ、ストレートプレイやるときにさ、うん。なんかその上演されるわけだから、なんかこう、ね、時には勉強させてもらったりできるじゃない。うんうん。なかなか、その情報すらないんだけど、うん。で、2年前初めてね、オーディション取れて、タクフェスさんっていうのを、高間隆之さんが主催の、うんうん、タクフェスさんっていうのストレートプレイ出させてもらって、うん、なんかね、うん、なんかできればもうちょっとそこに挑戦したいなっていう野望はあったりするかな。そっか、お芝居していきたい、お芝居好きね。ええー、もう今日もう、もうそう、ディアーバンハンセンが好きなのもそこなんだけど、うん、ミュージカルって言ってもやっぱりお芝居なんだなっていう実感が最近は強いから、うんうん、なんかね、歌とかダンスは技術っていうかもう必要だしね、うん、大切なことだけど、歌とダンスっていう、なんだろう、あ、一つのなんだろう、表現方法、うんうん、を使ってお芝居ができるっていう、なんていうのかな、うん、感覚で、そうだよね、手軽にも携わりたいっていうのもすごいポリシーなもの で、逆に言えば歌とダンスがなきゃ舞台に立てないのってダメじゃん。うん、でよ、そんな、それがね、もう本当写真漫画にさ、まず痛感して、お芝居はずっと勉強してるんだけど。そっか、ワークショップとかそういうの行ったりするの。行き倒したね、5、6年前とか行き倒したね。そうか、うん、どう、なんか式の方法論ってあるじゃん、うん、ジャスレーティング方法、お礼法って呼ばれるものとかさ、うんうんうん、そういうものとさ、その、まあワークショップとか、その外部式の以外のところでやるのってさ、うん、大きく違ったりする？結構やっぱし、開く人の大事にしてらっしゃること、うん、で、やっぱりね、違いはあるけど、例えば、でもまあ、今回は、その、なんだろう、シアターゲームとか、そう、感覚をね、うん、柔軟にしましょうみたいな、要は、ほら、式で言ったらいて捨てて語るになるのかもしれないんだけど、うんうん、用意してきたものを捨てれる方がいいわけじゃない、うんうん、準備してきたもの、本当のその場では相手に委ねるとかいう言い方する人多いけど、うん、リアクションだと、うんうん、こう、うん、なんていうの、全部その時のね、そうそう、相手とか空間とか、うん、自分じゃないもん、手放す感じ、うん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 、そのためにはそういう感覚を養うことをすごいやろうねっていう会があったり、そういうのもあれば、破天荒系の、はいはいはい、ったらいいの、破天荒系って決めてます、変わった、そうそういう作品を割とやりになる方に行った時は、大喜利的な、本当、うん、物ボケじゃないけど、うん、ほら、一本グランプリ的な、うんうんうん、ゲーム感覚だけど、うん、では発想力だね、それは、うんうんうん、どんだけ人と違うこと発想できるか的なことね。そういうゲーム感覚でやったこともあったし。うん。うん、でもなんか、そう。それぐらい取り組むことってもう星の数ほどあって。そうなんだ。じゃあいざ仕事が来た時に、あ、今回この引き出し使おうとかやった方がお得じゃない？
そうだね。うん、そう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 。だからいろいろ触れるのは得だと思うから。そうか、ワークショップね。私あんまりそんなになんかワークショップとかさ、こう自分でなんか行くっていう感じでもなかったからさ、うんうん、どういうものなんだろうっていう感じはするけどさ、なんか今度、はい、私のことになっちゃうんだけど、ええ、もちろん。あの、世田谷パブリックシアターっていうのがさ、はい、大好き。そこで、なんかワークショップ、演劇ワークショップじゃなくて、演劇ワークショッププログラム立案ゼミみたいなのがあって、うん。で、それの何をするのかっていうと、絵本を使って、うん、自分でそのコンテンツ作りをしましょうみたいな。へえ、すごい面白い。なんかさ、普通にやってるとさ、何かできているもの、作られたものをさ、それをまあ、体現化する、演じるっていう感じじゃない？普通の私たちの職業は、うんうん。なんだけど、そうじゃなくって、その中身を作る。どう表現するかっていうのを作るっていうのを、へー面白い。なんか、そうやるって言って、で、多分結構さ、その、競争率高いからさ、まあ無理だろうと思ってたらさ、うん、昨日さ、連絡来てさ、おう抽選に、受かりましたっていうか。おーいやいや、すごいじゃん。そう。なんで、それをね、ちょっとね、6月、7月、8月。あ、いいね、いいね。しかも、しっかり期間取れるのいいね。そう。で、やらせてもらうっていうのを、ちょっとやろうと思ってて。また、そう、うん。また今度、会った時にちょっと報告させてもらう。ぜひ、聞かせて、気になる。なんかこう、ものづくりっていうのも、ちょっと興味があるというか、面白いなっていうのはあってさ。いや、でも言うとったもんね、でも、秋ね。うん。でもどうなるか分からないよ。やってみたら、あ、向いてないってなるかもしれないし。いや、つか、もうね、もうコロナ禍だし、なおさらもやってみたもん勝ちやもんね。え、なんかさ、インスタライブとか近々やんないの？全然やりたいんだけどね。私も見るの好きだからさ。大好きな人全員にやってほしいと思ってるから。そうやな。なんかね、なんか、まあ、無事終えましたとか、結構イベント、なんていうの。なんかこうメモリアルがあった時にやってたんだけど、ね。あ、そっか、そうだったね。なんか終わってこういうことがあったな、みたいなこと話してたもんね。そう。まあでも、これ完全、去年の1年前の完全自粛期間、うん、に、それこそ、なんてそう、これね、みんなずっと家におったら体に悪いって言って、インスタライブでその、何エクササイズとかで、皆さんやってやるよ、はるようなのはやった。そっかそっか。うん。マジ体動かさんとやばいな。やばいよ、ほんとみんな動かして。ちょっと私もヨガでなんかテレテレやってるぐらいやからさ。なるほど。いいの、テレテレでもいいの。それが日常習慣になれば。なんか、やらねばな。いろいろね。でまざっくり。まあ、それこそさ、このさ、四十プロジェクトさ、聞きながらさ、うん、ウォーキングしてもらってもいいしさ。いいね、いいね。うん、ちょうど前編後編合わせたら40分、45分ぐらいになってるからさ、ね、それぐらい歩くとね、割と汗もちょっとかいてきて、みたいな。いや、そうなんよ。なんかさ、やっぱパンパンとか、まあ、ちょっとテーブル叩いちゃった。興奮して。ラジオいいよね。すごく、思ったの。なんて、いい意味で、やっぱながら、うん。でもいいじゃない。いい。ゆるりの感じってさ、すごい、うん、なんていうのかな。ある意味真逆というかね。うん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 。こういう発信もいい、やっぱいいなと思って。それこそ、あ、そう、挑戦してみた。あ、じゃあ、本当に。うん、今ね、自分で無料でさ、やれるからさ。うん、なんで、これも、一応最初は Spotify とか、そういう、こう、聞くものにしようかなと思ってたけど、うんうん、YouTube の方が聞きやすいんで、って YouTube に上げるようになって、ね。うんうんって感じなんで、うんうんうん。まあ、そういうのもね、試してみたらいいかなと。うん、まあ、でも、いつも思うことだけど、こうやって喋ったら会いたくなるっていうのがさ。うん、前で。そうそう。前でな。ね。ちょっとね。うん。うん、いや楽しかった。ほんまに楽しかった。大丈夫かな、でも。でもいや、もうこのね、楽しさとね、るんちゃんのね、いろんなエピソードでね、多分ね、聞いてる人たちもね、それこそ楽しめたと思います。本当、偉い人から怒られんかな。ということで、また
ゆっくり会いましょう。そうね、うん、楽しみにしてます。はい、今回のゲスト遠藤ルミ子ちゃんでした。ありがとうございました。じゃあまたね。ありがとう。